キリンラジオ劇場スペースロマン、爽やか透き通ったキリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場スペースロマン、山本澄香原作、週刊マーガレット連載、エースを狙え、脚色田中信、出演矢島正明、高坂誠、中田浩二、池田正子、その他俳優の皆さんです。地区大会決勝戦で西高と相まみえる加賀高、その加賀高の大物緑川蘭子がヒロミの対戦相手である。今やその決勝戦、お蝶夫人の試合が行われている。接戦2対0。さすがお蝶夫人、ストレート勝ちだよヒロミ。だがヒロミはそれどころではない。私はストレート負けだ。ああやだ、どうして負けると分かってる試合をしなきゃならないんだろう。どうしてこんな大勢の前ではっきり負けなきゃならないんだろう。どうして、どうして。たまらず会場から走り出るヒロミ。そのヒロミの腕を宗像コーチがぐっと掴む。どこへ行く。お前の番だ。いや、出たくない。バカ、逃げてどうなる。さあコートに入れ。コートでは誰でも一人だ。今までの練習だけがお前を支える。引け。 The best of three set match、 加賀高緑川サービスプレイ。緑川とヒロミの対戦が始まった。15ラウンド。たちまち緑川に点を取られるヒロミ。速い、ものすごい弾丸サーブ。15ラウンド。走る、ヒロミはコートを走る。だが一つとして打ち返せないヒロミ。ランの武器はあの長身から繰り出すサービスだ。正確にレシーブして殺せ。コーチ、ダメ、こんな球レシーブできない。コートでは誰でも一人だ。今までの練習だけがお前を支える。引け。ダメだよ、ダメだよ。私を支えてくれるものなんか何もないよ、何もないよ。ゲームコン、ゲームナッシング緑川。無理だな、オランのサーブは男子なんだ。まず気迫で負けている。テクニック以前だ。尾崎も東堂もお蝶夫人も痛ましくヒロミのプレーを追う。私のストレート負け。決勝戦は終わった。まったく、なんて情けない試合だ。3対2でかろうじて勝つ、それがテニス王国西高女子部の実力か。負けた2人。県大会からは個人戦だ。今までのように仲間の勝ちには頼れないぞ。いいな。コーチ、まだ私を試合に出すつもりなんだ。ダメなのに、あんなにダメだったのに。鬼コーチ宗像の特訓は凄まじい。スタートが遅い。
売りが甘い。リストを返して。お嬢、トスの位置が悪いぞ。え、それで試合中2度もダブルフォルトしたんだ。いいか、お前があんな中堅選手をステロイドに下すのは当然のことだ。トスの狂いくらい自分で気づくようにしろ。わかりました。お蝶夫人にさえこの罵声である。ヒロミは心がなえる。宗方コーチ、あんなところまで目が届いているんだ。それじゃあ私のプレイなんてボロボロに見えるだろうな。なのになぜ試合に出し続けるんだろう。下校の時間だ、女子解散。岡は残れ。え、特訓する。特訓のまた特訓。腕の振り方にも手を挙げる宗方。違う、この時は肘を曲げずにこう。私もう嫌です。試合なんかコートに立つのが怖い。当然だ、勝負がかかってるんだから誰でも怖い。誰でも。そうだ、東堂も尾崎もお蝶もこの俺もだ。コーチ、いいか岡、だからみんな真剣に練習するんだ。コートで頼れるのは自分の力だけだ。力を出すには自信がいる。自信をつけるにはとことん練習することだ。お前は日常の練習でオランに負けた。それがわかるか。誰が最初から良い球を打てる、誰が完璧な素質など持ってる。誰もが恵まれた長所を伸ばし、短所を努力で補って試合に臨んでるんだ。さあラケットを取れ。はい。じゃあ私も努力さえすればお嬢夫人みたいになれるんだろうか。お嬢夫人みたいに。ヒロミの心に一抹の希望が湧いた。キリンレモン渚のイメージトリップ。グラスに透き通ったキリンレモンを満たすと、渚の心はたちまちウキウキ。イメージの旅に出発進行。日大遠征隊、そしてあの上村直美さんが立った北緯90度の北極点へ、渚ひとっ飛び。途中白熊の来襲、砕ける氷との戦い。渚だったらどうなっちゃうのかな。北極点の氷でキリンレモンを冷やして上村さんに乾杯したいな。光のシャワーを浴びながら、わっとキリン、キリンレモン。エースを狙え、タッグ付きキーホルダーを100名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は郵便番号100-100番、東京千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場エースを狙えの係までおはがきをお寄せください。爽やか透き通ったキリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場スペースロマンを終わります。